伊みあたろう丹みや太たろうから1933年10月3日は明治から昭和初期にかけて活動した日本の実業家。現在の佐賀県佐賀市出身。父の事業を継いで佐賀の栄銀行頭取を務め、同行を中心に多数の企業に関係して佐賀財閥と呼ばれる地方財閥を築いた。また、 佐賀県下有数の地主でもあり、佐賀県多額納税者として、貴族院議員を一期7年務めている。佐賀県外では、電気事業や鉄道事業に関わり、九州電灯鉄道、東方電力社長、九州鉄道初代社長を歴任した。伊丹八太郎は、慶応2年12月12日、佐賀県氏族、伊丹文衛門の長男として生まれた。聖火の伊丹家は、 江戸時代には、佐賀藩の御用商人であった家で、野豪、徹夜と称し、深川家、小掛と共に、佐賀の不祥として知られた。明治維新後は、当主、伊丹文右衛門の下で、米国業から金融業、酒造業、金物業などへ都事業の裾野を広げ、1882年5月には、一族の資力を集め家業の金融業を基礎として、佐賀に、 栄銀行を設立した。1893年3月に、父文右衛門が病没すると痛みは27歳で、家督を継ぎ、父が創立以来、りであった栄銀行の2代目、りとなった。以後痛みは、市内の商家や一般市民に対する個人取引を、積極化するなど、銀行経営の近代化を推進する。さらに、栄銀行以外にも、 1895年に、新州新都生命保険の設立に参加したのを、契機に、佐賀貯蓄銀行、佐賀セメント、佐賀県農工銀行、広滝水力電機などと、相次いで企業の設立及び経営に関係し、事業の幅を広げていった。これらの会社は、栄銀行と直接、間接の関係があり、事業の発展とともに、 栄銀行の業績も伸長した。また実業界の傍ら伊丹は佐賀県の大地主でもあり、対象の初めには佐賀県で首位の多額の税者であった。このように伊丹家は佐賀県に密着した地方財閥として発展し、隕石関係にあり海運、造船、土地事業で発展した深川家と共に佐賀財閥を形成した。 松永安左衛門伊丹が関連した会社のうち、広滝水力電機は、佐賀県で最初の電力会社であった。同社は、佐賀県出身の実業家、武田万次郎が主導した、水力発電計画が起源で、伊丹は、佐賀106銀行東取、中野千明、大川運輸社長深川分十来佐賀の有力財会人とともに、会社の発起人に加わり、 1906年の会社設立とともに取締役に就任した。さらに広滝水力電機が規模を拡大して1910年に九州電機へと改装すると伊丹は専務取締役に昇格している。1912年6月、伊丹が専務を務める佐賀の九州電機と福岡市を中心に電気事業と 路面電車事業を営む博多電灯機動が合併し、九州電灯鉄道が発足する。合併に際して、筆頭株主で、博多電灯機動相談役の福沢桃助が、新社長の候補であったが、福沢が社長就任を辞退したため、伊丹が、この九州電灯鉄道の社長に就任した。以後、九州電灯鉄道は相次ぐ合併、買収により、 供給区域を福岡、佐賀両県のみならず、長崎県、熊本県、山口県へと拡大し、資本金5000万円という有力な電気事業者へと発展していく。この中で、会社の統合は、人々からの辛抱が厚い痛みだからこそ、順調に進んだと、当時評された。ただし痛みは、会社の実務には携わっておらず、常務の松永安左衛門。 田中徳次郎が実務を担当するという経営体制が取られていた。1915年9月、福岡と久留米を結ぶ電気鉄道の建設を目指す筑紫電気軌道の前身の一つが伊丹を含む九州、伝統鉄道関係者によって設立されると、伊丹はその初代社長に就任した。許認可の遅れで開業まで時間を要したが、 九州鉄道は1924年に路線を開通させた。この路線は現在の西鉄天神大牟田線の一部にあたる。1918年佐賀県の多額納税者の5選によって貴族院多額納税者議員に就任した。在任期間は同年9月29日から1925年9月28日までの7年間で所属会派は研究会である。 この間の1921年、福沢桃介が経営していた愛知県名古屋市の電力会社関西電機の経営を松永安左衛門が引き継ぐこととなり、同年12月、伊丹が福沢に代わって関西電機社長、松永が同副社長に就任した。関西電機と地理的に遠く隔てられた九州電東鉄道は、翌1922年5月に合併。 6月の社名変更によって、中京地方と九州地方を供給区域とする資本金1億円超の大電力会社、東方電力が成立した。東方電力は以後、大手電力会社、5大電力の一角として発展していく。伊藤はこの東方電力の社長となったのであるが、他の事業も抱えることから、 成立当初から経営を、もっぱら代表取締役副社長の松永、安左門に委ねていた。このため経営の実権を握っていたのは、松永であり、伊丹は、社長ではあるものの、お飾りであったという。一方、頭取りを務める境銀行に目を向けると、1920年代に、入ってから同行の関連企業は、 第一次世界大戦後の反動強行で、軒並み経営が悪化していた。業績悪化によって、関連企業からの借入金返済が滞り、逆に、資金援助を求められた結果、1921年以降、栄銀行の経営も悪化してしまう。特に、大口貸し出し先であり、伊丹家と隕石関係にあった。 深川家の経営に係る深川造船所が1924年8月に休業、破綻すると完全に行き詰まった。経営難に陥った栄銀行は、深川造船所の事後処理に関係して1925年5月1日付で、大島小太郎が頭取を務める唐津銀行に、吸収合併された。伊丹家と表裏一体であった栄銀行が消滅したことで、 造船所が破綻した深川家と共に伊丹家は大正末期には没落した。1928年5月30日、伊丹は東方電力社長を辞任、副社長の松永が公認社長となった。さらに九州鉄道の社長からも1930年12月に退いている。 その3年後の1933年10月3日に死去。満66歳遺没。ありがとうございます。